先日、切り抜きで孫さんが挑発のことをいらない悪しき伝統と一等のもとに切り捨てていたのを見て非常に感銘を受けました。ただ、サードの剣のかかってきなと、ファイブのアレックスのアイムレディーや、ホンダの気合いパーツなどを比べると見た目は時間、次元強化といったところで差異がないように思いますが、よければ孫さんのお考えを聞かせてください。ところで話は変わるのですが、ここ1年で見た格ゲー系動画のお気に入りが、ドグラはブギーバックだったことを懺悔します。はい、クソだね。 <laughs> それははなのととりあえず置いといてこれなんですけどここ差異,がないという差異がないように思えますがその通りです差異はないです差異はないですでなんで許せるのか慣れてるからです知っているからですそれだけのこと次元強化だと知っているし ここの後にこれが来るるっって分かってかいるそれが意味のあることだと知っているからでも挑発って意味ありますかないでしょでこのゲームを始めたばっかりの人がゲームをやり,やり始めたばっかりの人がその意味があるって知ってますかだから気合い一発とかやっぱりあの挑発のように思われますよやっぱアイムレディとかかかってきてはあんだこいつ挑発しやがってふざけんなっつって。 知らない人相手にやったらねだから知ってるから許せるだけであって知らないからっていうだけです理解ですだ見た目で分かりやすいようにするといいよねかかってきなーとか言ったらピューンとか言ってピューンっつってなんかさちょっとなんかオーラみたいに出るとかさ攻撃力アップみたいなそれだったらなんかいいよねお意味あるんだみたいなね確かにそうするべきだよな 見た目で分かりやすくすればなんかねあおりも減るよねそういうことかそう ATK あップッツってね一応 V のとこキラキラするんだけど分かりにくすぎるだろお前そこら辺ちょっと分かりやすくしてもいいんじゃないかなって思うなそれ思うな見た目で分かりやすく、うん、かかってきなアイムレディ y 気合い発っぱーつとか あとはまあねあのー、あっでもルークの「うん」ってやってもう手が光ってるのはちょっと分かりやすいねもう少し光ってもいいけどなんか見た目でちゃんと変えるようにしたってのはなんかいい試みなんじゃないかなバイゾンのさ「止めてみやがれ!」とか言ってあれムカつくだろ普通にあれ知らん人もいたら一緒やってるし「キンバリは曲変わって頭の周りにエフェクトであれうるさい」<laughs> いやうざいあれ キンバリのあれうざい <laughs> そうエフェクト重要だと思いますねあーなんか意味があるんだっつって思えるんでねそれは大事だと思います。